四十神と薬剤についてお話しします。中国大陸のここの中央部分というのはとても肥沃な土地なんですね。それはここに黄河が流れていて、この黄河がこちらからの養分をこの平地に広くばらまいて、そして海へ流れていっている。そのためにここの部分がとても肥沃であったがゆえに、ここを中原と呼び、この部分を抑えることが国全体の治めることになったわけですね。で、この土地を中原と言います。ですからここの中原を取り合うことを中原に歯を競うですね。あるいは中原で鹿を追う、狩りをするんですが、鹿を追うと、狩りをするということは、ここは自分の領土なんだと。領土の中で狩りができるんですから、狩りをするということは自分の領土だ、すなわち中国全土を抑えましたよというようなイメージで、中原に鹿を追うというような言葉があるわけですね。で、ここがその中心地帯なんですけども、これそれぞれ広い国土ですから、四方に自然の脅威があります。北は寒冷、ものすごく寒いですね。それに対して東の方は海があり、少し南にいると南仙北馬と言われるように川と沼が多いね、孫権のいたとこですね。それから南は熱帯雨林、これはもういろんな病原菌の多いところですね、熱帯の雨林。それから西はゴビ砂漠、タクラマガン砂漠なんかがあるように、非常に高熱と乾燥の広い土地があるんですね。で、こういったところがいわば自然の脅威であり、それらに対して守護神を置きましょうと。これが北を玄武神を置き、東に清涼神を置き、南に朱雀神を置いて、そして白虎神を置いたわけですね。で、この天の四四方を司る霊獣、これを四獣神と、これは中国の神話に書かれています。もう一度言いますが、北を玄武神、東を清涼神、坂本龍馬の龍ですね、清涼神、それから南を朱雀神、それから西を白虎神ということですね。で、これはですね、日本に伝わったりまで伝わって、伝統文化だとか花粉だとか、仏像なんかいろんなところへ生かされてます。これ木虎古墳の関室の北側の壁に書かれている玄武神ですね。亀と蛇です。これは玄武、清涼、白虎、そして朱雀。これはですね、奈良県の薬師如来、薬師寺の薬師如来さんの台座の四方にこのような浮き彫りがあります。私も見てきたんですけども、私の見た時は真っ黒でした。こんな台座があります。あるいは土俵の四方に赤ブサ、白ブサ、青ブサ、黒ブサとあるわけですね。だから黒ブサ、こっちが北ですね。これの白と間が北になります。それから、これは韓国の釜山に行った時に、近くの古墳の中に、玄武、清涼、朱雀、白虎、こういうお土産が売られてたんで買ってきたんです。こういうようなものもあります。私がですね、大学に勤めてた時に、ここにある大学と姉妹校だったんです。で、国際交流委員長だったがために、この信用の薬科大学によく行ったんですけども、その時には札幌から東京へ、東京から大連、大連から信用に行ってたんです。最初の頃は、後札幌信用直行便ができたんですけど、
東電はこの東京周りでぐるっと回っていったことが待ってました。でこの大連から瀋陽へ行くのはこのような列車なんですね。中国の列車というのはこれ日本は狭いですけども高機なんですね。新幹線と同じ幅があるんで、だから日本の列車は2人で横一列で4人で通路で4人ですけども、それこそ3人ぐらい座れるぐらいの客席で2人こっちも2人、ものすごく広い、天井も高くてですね、ゆったーっとしてるんです。しかもこっからここまで4時間ですから、もう本当にゆったりさ旅を楽しんでました。でその列車もですね、ここに車掌さんがいるんです。これ1両に1人おられるんです。1両ごとに、だから10両連結なら車掌さん10人ですよね。20人連結だったら20人の車掌さんがいるんです。でここのところで、切符のチェックするんですね。普通列車に駅には改札口ってあるけどないんです。どっからでも入れるんです。で、こっから乗るんですけども、面白いことにここのところに白い線が2本入ってるんです。何のために2本入ってるかというと、ここで車掌さんが切符チェックするときに体の大きい子はここの線の前に立たすんです。で上の線より上やったら大人料金、下の線より下やったらいらない、下の線と次の線までの線の間やったら小児料金、これ背丈で全部値段決まるんですね。日本みたいに小学校中学校関係ないんですね。背丈で決まっちゃうというね、そういう面白いあれがありました。でそういう習慣がどうなんかなと思って、ごく最近新幹線乗った、新幹線の明かりも真鍮のプレートがそうやって刺さっててね、新幹線はちゃんと改札口から入ってくるのに、そんなのがあって、ああ習慣っていうのはいつまでも残るんだなと思ったんですけども、でこの車掌さん1両に1人なんですけども、列車が動き出すとこれぐらいのカートの食べ物とかお土産物とかいろんなものを乗せて、おもちゃだとかいろいろ乗せてくるんです。その中にはですね、こんなゲーム機があるんです。電子ゲームがテトリスみたいなやつで、私も借りて、こっから借りて、ここで瀋陽の前で集めに来るんで返すんですけど、その間5元でした。で5元で一生懸命借りて遊んだことがあるんですけども、そういうことをしてる車掌さんなんですが、ある時そのカートをこう乗せてきた時に、そのカートの上にですね、中国の武将の絵が描いた箱があったんです。これ武将の絵が描いた箱があったんです、ね、武将が。で、ちょっと見せてくださいって言って見せてもらって、開けたらこんなもんが出てきて、チュン、ハツ、ピンズ、ソーズが書いてあるから、あ、これは麻雀牌をトランプでやるようになってるんだ。あ、汽車の中でそれ以外にして遊ぶんだと思って、ちょっとよく見たら、ここにクローバーの2があってダイヤの5がありますから、あ、これはトランプと麻雀牌兼用のカードなんだなと思って、まあいいやと思って返そうと思ってふと見たらこれが出てきたんです。北に亀、東に竜、南に鳥ですからスザクでしょうね、西に、あ、これは白虎だ、玄武、清涼、スザク、白虎は、お、これはすごい四重神じゃないかと、これは持って帰らないかないと思って、台にあった5、6個積んであったんで、これ全部でいくらですかって聞いたら、車掌さんスーッといなくなった。どうしたんかなと思ったら、車掌室からこんなまだありますかってな感じで持ってきてくれて、おお、いらないな、その5、6個だけ言って台の上にあったの買ったんですけど、今思えばですね、あれ持ってきたの全部買ってる方が良かったかなと思うぐらい、あちこちあげて喜ばれました。でその後一度これ探したんですけど、もう二度とこれは見つかりませんでしたね、他の列車でも見なかったです。でここにあるんですが、
一つだけ疑問はこれなんですね。亀だけなんです。玄武ならば蛇がいるはずなんです。玄武ならば蛇がいるはずなんです。なのに亀だけなんです。あれ？と思ったんですけどね。ちょっと考えてふと気がついたことがあります。それは亀をから蛇を取って猛だけにした理由はこれ辺が問題きっとあるんじゃないか。長寿伝説で鶴は亀は千年万年、日本でも鶴は千年亀万年って言いますね。これは前漢時代の哲学書に、書かれた長寿伝説ですけどね。どうもこれ絡みじゃないかなと。で、こういうことがあれば大体、庶民の考える下ネタというのがありまして、亀が万年なると蛇も一つのイメージがありますから、この蛇と交わっちゃったんじゃないかと、そういう話が作られたんじゃないだろうか。これ例えば大岡越前の話でこんなんがありますね。裁判で女性は何歳までセックスができるんだと、どれぐらいまでできるんだということが知りたくなって、知る必要があって母上に尋ねたら、母上はそんなはしたないことは答えられないと思ったのか、黙ってひばじな灰をかき混ぜてたんですね。すると大岡越前頭がいいですね。ああそうか、灰になるまでかと知ったそうですけど、亀は万年も生きると寂しくなって蛇と交わったんだろうと。するとこの蛇と亀を一緒に描くというのは極めて好ましくない。実際その話の延長としてこれが出てくると思います。仁義礼智忠信孝悌というのは、これは8つの倫理事項なんですね。道徳倫理の五条の中に入っています。これの倫理規定が8つあるんです。これは人間が守るべきことなんです。全ては守るべきことなのに、これを忘れたやつがいる。ワンパータン、タンというのはこれは卵ですね。ピータンとかチータンとか言いますが、卵という意味で、卵の白い質と書いてタンパク質、すなわち卵の白身からタンパク質という言葉が始まってるんですね。で、これは8つのことを忘れた。これ8つのこと、すなわち悟り発見伝にも出てくる道徳倫理の基本事項なんですね。その8つのことを忘れた単ですから、まあこれは単に子供というぐらいの意味でもいいんですが、ワンパータン、すなわち非常に汚いこと、罵り言葉なんですね。で、亀は、蛇と交わった亀は、これはワンパータンだ。だからトランプに、近代中国のトランプにこんなものを載せるのは良くないと思って、結局無に蛇が消えてしまったんじゃないかなと思います。で、このワンパータン、タンが消えちゃってワンパ、さらにワンという発音はワンと同じですから、ワンパはワンパと書くようになりました。この尖閣列島で中国の人たちがデモ、日本批判のデモをやった時に、日本の首相野田首相の顔が、胸から上の顔が描いた写真を掲げて、そのままやったらいいんですけども、額のところに大きくワンパと書いてあるんですね。すなわち野田首相に対する非常に軽蔑的な批判言葉が書いてある。ああワンパ使うんだなと思ったんですけども、この蛇と亀、こういったことが、まあいわば庶民の下ネタ的な世界として、こういうものがあったんじゃないだろうか。だから蛇
蛇が消えちゃったんじゃないかなと私は思うんですね。でもね、私が思うのはそうじゃなくて、動物には内温動物と外温動物がいます。内温動物というのは昔は高温動物といい、外温動物というのは昔は変温動物と呼んでました。で、今は内温動物、外温動物と言うんですけども、この外温動物というのは寒冷と嫌いな、すなわちヘビカメカエルトカゲ、こういったものは寒冷が嫌い、外の温度で左右されることで大嫌いということで、寒冷に対抗する外温動物としてヘビカメが書かれて原無神になったんじゃないだろうか。だから決してそういう下ネタの話ではないんじゃないかなと私は思います。ですからこれは外温動物の代表なんです。かわいそうにね、日本人はカメ好きですけどね、中国人はカメ好きじゃないですよ。あんまり大事にしませんね、こういった話があったからだと思いますが、で、いずれにしても私は外温動物だと思いますが、この原無神、これは寒冷に対抗するということで、原は、原無の原は黒、これクロートとか玄関、クロートとか玄米とかいう言葉がありますから黒ですね。そして寒冷に対抗するということから熱性、すなわち武士があるんですが、この武士は体の奥を温めて冷えを取る薬という意味ですが、トリカブト、これの根茎が元になります。この根茎を加工するとこのような真っ黒い生薬になって、これが武士なんですね。で、この武士が主役になっているものが玄武湯、別名神武湯とも言います。もともとは玄武湯なんですけどね、玄武という皇帝ができた時に、皇帝の名前をついた薬を飲むのは失礼だということで、玄が神に変わったという説と、玄という字を草書体で書いた時に神というの草字と草書体とよく似ているから、玄武湯から神武湯に変わったというような説もあり、いろいろもう真偽は分かりません。いずれにしても玄武は玄武湯、これから決めてますが、低体温、機能低下、心不全、手足の血便、こういったものを目標に使われる玄武湯の物質になります。で、加工してと先ほど言いましたけども、これはトリカブトのこの成分はすりおろした汁を矢につけて熊にいると熊狩りができるという猛毒なんですね。で、この猛毒だから飲むわけにいかないんですが、その猛毒と鎮痛作用があって、さらに体温上昇作用があります。で、これを加水分解、加熱して加水分解する、このような生薬を加工することを周知、周知、周知、いろんな表現使いますが、まあ周知と言いましょう。周知することによって毒性と鎮痛作用がなくなって、体温上昇作用だけになります。で、このような加水分解したものをもともとのトリカブトの根の100分の1からもう無毒になります。そういうわけでトリカブトの根のあれは毒物なんですけども、加工したこれは無毒で普通薬として使っています。次に清涼神ですけども、これは水の防止、すなわち湿度の防止です。湿度の防止ということは体を温めて熱を追えばいいということになりますが、まずこの青、清涼神の青、これ英語で表すとブルーに見えるんですけど、先ほどの土曜は緑でしたね。実際これはブルーじゃなくてグリーンが正しいんです。例えば青春という言葉がありますが、これは春に、青い春ってどんなんやという感じになりますが、これは青じゃなくて緑なんですね。春になると若葉がどんどん出て、うわーっと元気いっぱい伸びやかな
成長していく、そのイメージが青春なんで。ですから英語にならすと青春はヤングですよね。だからこれは青じゃなくて緑なん。青木さん、この息を伸びていく木のあれは青じゃなくて、これは緑なん。本当は緑なんね。青い山脈、青とした芝生。青果店というのは八百屋さんのことを言いますが、果は果物ですけど、青は野菜のことですからやっぱり緑ですね。あの信号なんかでもう話がたくさん行き過ぎますけども、赤黄青って言いますけども、昔の交通 の, あ の, 法, 規あの法律には赤黄緑だったんです。でなんで緑だったかというと、空の青と信号の青が紛れないようにということで緑だったんです。だけども信号緑にしてて緑を青というもんですから、青信号青信号って一般的に言うようになったんですね。するとそれに問題つける人がいるんですね。青信号と言いながら緑とは何ぞやという感じで文が出てきたんですね。で幸い青色だようであらで強い青色が綺麗な青色が出るようになって、そして法律も赤黄青に変わって、そして今の信号は全部緑から青に変わってるんです。だから昔は緑色の信号で青と言って正しかったはずなんですけどね。まあいずれにしても青は緑なんで、清涼心は質から除く、これは温めて表を除く、発熱による発汗や薬で体表の病者を除くということで、これは魔王が当てられる。で、魔王に使われる薬として魔王と、あるいは葛根ともそうですね、小生流湯、この場合も清涼じゃなくて流と言いますけども、小生流湯、大生流湯、魔王物最新湯とか、こういったものは体を温めて、それが治癒起点なんだ。体温が上がるということが免疫でもある、第一段階ですね、ということでもあるということになります。で、魔王の主成分、これはエフェドリンですけども、このエフェドリンは永井長石という日本の薬学の祖と言われる人が構造を決めたんですが、その後中国人がこれの作用を、鎮外作用、気管支拡張作用があるということを証明したんです。でその結果エフェドリンは気管支拡張作用、喘息の薬として、また作用基準はアルファベータ混合型交感神経興奮作用というような感じで証明されて、昔は使われてたんですね。昔はこれのエフェドリンの塩酸エフェドリンという注射薬なんかもありました。喘息の薬なんですね。今はもっといい薬があります。だけども昔はエフェドリンが喘息の薬だったんですね。で、これの欠点は体温が上昇するということだった。ですから子供は体温が上がりやすいんで、エフェドリン系の喘息薬を使うと良くないというので、子供には使えない薬。もちろん今はいい薬があるんですけど、昔はエフェドリンは使えないなってたんですね。ところで漢方医学では心温下氷薬ということは体温を上昇する薬だ。上昇させて薬作用、免疫を働かすということですから、西医学的には副作用の作用が、漢方医学的にはそれを使って治療しているということです。で、鎮外作用、魔王に咳止めの作用は使ってないのかといえば、例えば魔教官咳なんかは小児喘息なんかにも使います。しかし小児喘息に使えるのは石膏が一緒に入ってるからなんですが、鎮外剤として使うこともありますが、基本的に魔王剤は体温上昇、体表の体温上昇、これが薬なんですね。さて朱雀、これは南ですから酷暑による消耗から回復するということが大切です。すると消耗に対して補ですから、補正の赤い生薬ということで体操が当てはまる。朱雀赤ですね。でこれが体操ですが、これが
普通はですね、一つの処方に二つ三つも入らないんですけども、スザク糖というその処方は別名十草糖と言われるように、このナツメの実が10個も配合されてるんです。で、これあのリンゴのような干しリンゴのようなもんですから、とても甘くてエネルギー源になると思います。そこで日本薬局法には確認試験でサイクリック AMP を入っているというのを確認試験にするんですけども、実際には他の処方で使われた時は他の生薬からサイクリック AMP が来るから、別に体操に頼る必要はないんです。すなわち局方で確認試験としてサイクリック AMP をしているけども、これは有効成分として確認してるんじゃないんです。糖と有機酸しかなくて他に何もないからサイクリック AMP でもやっとこうか、でもやるかしかないかというぐらいの確認試験だと思ってください。これは決して有効成分ではないと私は思います。最後に白虎ですけども、熱と乾燥、砂漠日本ですね、そこに放り出されたら喉が渇いてほてりがある、これが白虎神のシンボル、象徴ですね。すなわちそれに対応する、白虎に相当するものが石膏。白虎は石膏で、石膏は熱を冷まし強い熱を下す働きである。そこで石膏が入った処方を白虎糖と言いますが、これ砂漠に放り出されると全く同じ喉の渇きとほてりがあるものという喉だけがこの処方の適用になるんです。で、この石膏に何が入ってるんだというんで、熱湯で抽出してサイクル、ICP マスというあの機械で無機成分分析したことがあります。で、20g の生薬をグツグツ煮て取ってもですね、無機物は 200ml しか取れない。まあそうです、 20g で 200ml だったら取れた方かなと思うぐらいです。なぜなら石膏は岩石ですから、岩石が水に溶けやすいならそんな自然界に存在しない、全部溶けてしまうはずです。だから簡単に溶けるものはないはずなんです。で、200ミリ取れて、これに何が入ってるかなというので無機物 ICP マスで調べたんですけども、これはという成分ないんです。もうごく平凡な成分ばかりなんです。この成分の詳細については四重神と石膏というのが別の項目であるんで、そちらを見てもらったらいいんですが、何にもないんです。で、だからわからない、何が効くかわからない。だけども石膏が入ったら適面なんで、不思議ですね。で、この中元、それを取り巻く自然界、そしてそれらに対する司る四重神、そしてそれらの環境に合わせた生薬と、で中央が清流皇帝のシンボルですね。この皇帝のシンボルが地域黄色い竜だというのは、他にもいわゆるキリンビールのキリンみたいなのも言う時もあるんですが、皇帝のシンボルはこの王竜ですね。この中央が皇帝のいるところですが、この中央の中元が甲賀流域で、甲賀 文化圏ですけども、この甲賀というのが先ほど言ったように、山から肥沃な栄養分をいっぱい持ってくるんですけども、大平地を流れるためにまあ散々暴れ回る、それから乾燥する、もう大変な川なんですね。氾濫する、乾燥する、すると
この肥沃な土地を支えているけれども、こういう性質があるということになれば、一つ消化管に例えることができる。で、消化管の中で発酵性、あるいは下痢する、炎症を起こす、こういったものは効果、暴れ効果の一つというように考えることができる。すると、消化管に対しての病気に対して、黄連、黄檗、黄金、大黄、三枝。三枝子もこれ、水に溶いたら黄色くなる黄色色素の生薬ですね。で、こういうのは全部黄色です。そこで四十神というのは、その意味するところが生薬の薬効と関連づけられ、漢方処方箋にも使われています。で、漢方を勉強すると、武士と石膏が使えると一人前だよってよく抑えられます。なぜ効くか分からん石膏が効くんです。見事な効果を示します。それから昔は毒もありましたから、この毒がありながらうまく、ね、使い分けるのが一つの特徴なんですね。病態を捉えて使うという。で、この四十神と生薬についての知識というのは、まあ、薬剤の本質を理解する、どういうなもんかっていうので、治療上で非常に有意義じゃないかと思います。さらにこの四十神は武士と、石膏以外にももう一つ魔王もありました。これも非常に重要な生薬ですね。こういったことが、今の四十神の話と一緒に考えて、理解しておいてもらうと非常にプラスになるんじゃないかなと思います。元無神、清涼神、朱雀神、白虎神、そして武士、魔王、大王、大僧、石膏。で、いつも私思うんですけども、昔の人はすごいですよね。これだけのものを観察し、考え、そして組み立てて利用する、大ロマンですよね。昔の人は素晴らしかったんだな、素晴らしいことしてるんだな、いつも、感動するところです。